はい、こんにちは、レトスノーノです。5月11日の3問に入っていきます。 A が所有する公建物に塀を設置するために B に塀の設置を請け負わせた。その後 A は公建物を C に賃借し、 C が占有しているときに工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者 D に怪我をさせてしまった。 B は瑕疵を作り出したことに過失がある場合、全額賠償した C は B に対して求償できる丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれ丸ですね。状況としては、まあ、前回とね、同じなんですけども、所有者 A が、請負業者 B に塀の設置、これを任せたわけですね。で、設置しましたよと。で、A さん、所有者 A は、公建物及び塀を C に貸しましたよと。まあ、こういう状況なんですね。で、塀が崩れて D が被害を受けましたと。で、この被害について C さん、占有者 C が D さんに全額賠償してます。で、この請負業者 B っていうのは、瑕疵を作り出したことに過失があるって話なんですね。B さん過失あります。このような場合、賠償した C さんっていうのは B さんに対して求償することができるんですね。つまり、お金を払った、賠償したからその分払ってくださいね。B さんが瑕疵を作り出したってことは B さんが結局は悪いわけですよね。だから、賠償した C さんは B さんに対して後で請求することができますよということです。なので、丸になるということですね。で、問2ですね。罰則です。公県知事免許を受けている宅建業者 A が正当な理由なくその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、A は公県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、100万円の罰金刑を受けることもある。丸か×かという問題です。答えはこの部分ですね。100万円の罰金刑を受けることもある。これが誤りです。今回、秘密を漏らすってことは、守秘義務違反ですよね。守秘義務違反をすると、監督処分を受けるとともに、50万円以下の罰金刑にも課せられます。つまり監督処分っていうのは業務停止処分なので、まあ、この部分は正しいんですね。ただこっちですね。50万円以下の罰金刑を受けることはあるけれども、100万円の罰金刑を受けることっていうのはありません。よって誤りだということです。で、この罰則については、この覚えるのすごく大変なんですよね。なので短期講座では、これについてどのように対応するのかもお伝えしています。効率的に勉強すれば、宅建は一発で合格できますので、ぜひですね、一発合格したい方は短期講座をご検討ください。で、問3です。都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置、または改造その他、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、当該区域の指定の自由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする、丸か×かという問題です。答えは、丸ですね。造成宅地防災区域について、擁壁などの設置、改造など、災害防止のため必要な措置を講ずることにより、指定の自由がなくなったら、まあ、つまり、まあ、指定する意味がなくなったってことですね。安全だと判断したのならば、知事は造成宅地防災区域の指定を解除します。これは、造成宅地防災区域に指定しておく意味がないからです。まあ、少し考えたら当然の話ですね。短期講座では、宅地造成工事規制区域と、造成宅地防災区域、これの違いについても解説しています。まあ、この二つについてはイメージできるとすごくわかりやすいんですね。まあ、どのような違いがあるかってことですね。なので、こういったところもしっかり頭に入れておきましょう。そして、初めにもお伝えをした、短期集中実力アップ講座。こちらは、中卒で元とび職、また法律知識も全くゼロ、勉強なんて全然できないと言っていた方も、たった3ヶ月で合格できた講座。これが短期集中実力アップ講座です。もしあなたが今年絶対合格したいというのであれば、今からであればあなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して今年の合格目指しましょう。そして、この講座についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご確認ください。レトスの小野でした。